皆さんこんにちは。この後12時30分から第58回技能五輪全国大会、第40回全国アビリンピック合同開会式が開催されます。今回の技能五輪全国大会と全国アビリンピックは両大会とも国際大会の選考を兼ねているのですが、一足早い10月31日から CNC 旋盤職種、 CNC フライス盤職種、グラフィックデザイン職種、業務用 IT ソフトウェアソリューションズ職種の4職種において、中国上海で開催される第46回技能五輪国際大会日本代表選手選考会が開催されましたので、その様子をご覧いただきたいと思います。それではまずは CNC 旋盤職種、 CNC フライス盤職種をご紹介いたします。競技の初日に出場された選手の皆さんに意気込みを伺いました。 CNC 旋盤職種に出場する株式会社連想の小畑亮介です。今年が最後のチャンスなので全力を出し切り頑張ります。 CNC 旋盤職種、トヨタ自動車株式会社杉浦日向です。今までの訓練の成果を発揮できるように精一杯頑張ります。 CNC 旋盤職種に出場する株式会社デンソー大木康介です。最後まで全力でやりきります。 CNC 旋盤職種、日立インダストリアルプロダクツ社塩澤隼人です。まあ、今大会では今までやってきたことを精一杯発揮し、まあ、ミスなくこなし優勝を目指して頑張ります。 CNC フライス盤職種に出場する株式会社デンソーの浅野亮太です。国際目指して頑張ります。 CNC フライス盤職種、株式会社デンソーの山下です。練習でやったことを本番で発揮できるように頑張りたいと思います。 CNC フライス盤職種に出場する日立ジョンソンコントロール空調株式会社清水事業所の鶴田優作です。今回の大会では全国大会での悔しさを全てぶつけて、優勝して次につなげられるように頑張りたいです。 CNC フライス盤職種に出場する日産自動車株式会社の山口誠也です。これまで1年間積み上げてきた訓練の成果をこの大会で発揮して、3つの課題で満足いく製品を作れるようにします。 CNC フライス盤職種に出場するトヨタ自動車株式会社山越大輝です。本番では日頃の訓練の成果を発揮するために自分らしく落ち着いて作業をしていきます。そして終わった時にはやりきった、そう思えるように頑張ります。さて、選手の皆さんの意気込みをご覧いただきましたが、はい、皆さん気合入ってましたね。そうですね、初日開始直前にお話聞いてますから、緊張感がありつつも、その楽しみ、やる気みたいなのが感じられました。そうですね、じゃあその結果、選考会の様子をご覧いただきましょうか。見たときちょっと信じられなかったんですけど、まあ、徐々に先ほど指導員たちに報告していくにつれてどんどん感極まって今ちょっと泣きそうでとりあえず嬉しい気持ちでいっぱいです。正直結果言われるまでほとんどもみんなの話聞いてもわからない状態で、まあ、結構訓練中から難しい課題を出してくれた、まあ、指導員のおかげで本当にここまでやってくれたんだと思います。はい、まず最初の検討の段階で、まあ、思った通りの課題が組めないということが事前に分かっていた中で、まあ、どうやればいいのかなってちょっと悩みながらやってたんですけど、まあ、その中でもできるだけ加工しようっていう気持ちで、まあ、ずっと前向きで加工していったのが良かったんだと思います。
全然なかったですね。もう本当に、あ、僕なんだっていう信じられない気持ちでいっぱいでした。はい。はい。まあそうですね。結構、まあ一緒に訓練終わった後だったり、今話して、みんな頑張ってきたってことだったんで、まあその人たちの気持ちも背負って、まあ、これから国際で1位取れるように頑張って訓練していきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ち聞かせてください。いや、もう想像もつかない、結果です。もう本当にダメだと思ってたので、非常に喜ばしい結果だと思います。大会中どんな気持ちで選手のことを見てましたか？まあ、初日の方は、まあ、難なく終えたということで、まあ、落ち着いて見てたんですけど、まあ、2日目3日目と、まあ、ちょっと予想だにしないミスが、まあ、続いてて、まあ、こっちの方は、見てられないっていう状態だったんですけど、でもまあ選手も最後まで諦めず、まあ、過去を終わらせることができたんで、まあ、それが結果につながったのかなと思います。選手はどんな選手ですか？まあ、才能があるかと言われれば、言われると、まあ、どちらかというとない方なんですけど、まあ、その分努力で、まあ、補う選手で、まあ、その姿はまあ僕もずっと見てきたんで、まあ、非常になんか、まあ、塩澤選手が3年間ですかね、その努力が報われてよかったかなと思います。国際大会準備が始まると思うんですけども、まあ、今後の抱負、選手へかける言葉教えてください。そうですね、まあ、選ばれたからには、まあ、4人の、まあ、他の3人の選手の分も、一生懸命頑張ってですね、ぜひ、いい結果を残したいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。1位と決まった瞬間どんな気持ちでしたか？いやー、もうなんていうか、いろんな感情が湧き上がってきて、ちょっとなんかよくわかんない感じになりました。はい。まあ、でも嬉しかったですかね。はい。選手はどんな選手ですか？まあ、ひたむきに一生懸命に、で、まあ、あとは機械加工も好きで、まあ、自らなんか より良いより良くするように考えて、自分で頑張ってくれる選手です。はい。大会見られててどんな気持ちで見られてました？そうですね、やっぱり課題が、難しい課題があったので、まあ本当にそのどんだけできてるかもわからない状態で、すごい不安でした。はい。改めて選手にかけたい言葉をお願いします。いや、もうおめでとうございますっていうのと、あと今からまたすぐ訓練頑張るぞっていうのを言いたいと思います。わかりました。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ち聞かせてください。素直に嬉しいです。手応えみたいなものってありましたか？そうですね、3日間大きなミスをすることなく、終えることができたので、手応えは少しありました。どんな準備をして大会に臨まれました？そうですね、準備、まあ、最後の大会っていう気持ちで、気持ちの面で、強くいこうっていう準備をしました。大会中どんなことを思って競技されてました？もう課題のことしか考えずに、その出た課題に対して一つ一つクリアしていくっていう感じでやりました。ご自身の強み教えてください。まあ、優秀なコーチや仲間がいるので、それが強みですね。では国際大会に向けて意気込みお願いします。もっと厳しい戦いになると思うので、これからも訓練頑張っていきたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。お気持ち聞かせてください。非常に嬉しい気持ちです。大会中どんな風に見守ってましたか？競技課題は非常に難しい課題が、多かったので、
最後まで諦めずに頑張ってほしいという気持ちでした。選手やってる姿どういうふうに見えましたか？非常に苦労しているところが多々ありましたけども、本当に競技の最後まで諦めずに、競技に臨んでくれました。勝てたポイント何でした？やはり本当に諦めずにやったということが、訓練中の、訓練の成果を十分発揮できたことにつながったかなと思っています。選手の特徴ってどんな選手ですか？本番には、今まであまり強くないタイプだったんですけども、今回はなんとか本番でも実力を発揮できたのかなと思います。国際大会に向けて選手へのメッセージお願いします。何としても、世界一に向けてやり抜いてください。 CNC 旋盤触手では株式会社日立インダストリアルプロダクツ土浦事業所の塩澤隼人さん、 CNC フライス盤触手では株式会社デンソーの山下康生さん、そのお二人が中国上海で開催される第46回技能五輪国際大会への切符を手に入れることになりそうです。それ、まあ、お二人、見事に決められたということなんですけど、はい、印象に残ったことありますか？そうですね、やっぱり競技中の真剣な姿というんですかね、その意気込みもお聞きしながら実際に競技の雰囲気を見るとやっぱりそのすごくドキドキしながらどんな感じの競技なのかなっていうのを楽しみながら見ました。続いてグラフィックデザイン職種、業務用 IT ソフトウェアソリューションズ職種をご紹介いたします。競技の初日に出場された選手の皆さんに意気込みを伺いました。グラフィックデザイン職種に出場する日本電子専門学校の畑原真由美です。と2年間と勉強してきたことを自分なりにこう生かして実力を発揮できるように頑張りたいと思います。グラフィックデザイン職種に出場いたします、総合学園ヒューマンアカデミー横浜校の松村由美と申します。全力で挑んで全力で誠心誠意尽くして頑張りたいと思います。頑張ります。よろしくお願いします。グラフィックデザイン職種出場の静岡デザイン専門学校グラフィックデザイン科の小林美久です。落ち着いて今まで練習してきたことが十分に発揮できるように頑張りたいと思います。グラフィック職種に出場する専門学校浜松デザインカレッジの土川彩音と申します。今回貴重な機会をいただいて自分の実力を試すことができるといいなと考えております。頑張ります。グラフィックデザイン職種神戸電子専門学校大西亮介です。大会の順位ももちろんなんですけど、この場所で自分の 100% を出せればなと思っています。でその上でもちろん金賞を取りたいなと思います。グラフィックデザイン職種に出場する川原デザインアート専門学校から来ました小西里乃です。今まで学んできたことを生かして精一杯自分なりに頑張ります。私は業務用 IT ソフトウェアソリューションの職に参加する宮城県工業高等学校の立又とわです。この大会に去年土俵先輩が国際大会に出場するのを見て、自分もこの大会で優勝し、その大会に一歩でも近づけるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。業務用 IT ソフトウェアソリューションズに出場する日本電子専門学校の岡野育夢です。今日は頑張ります。業務用 IT ソフトウェアソリューションの職種に出場するトヨタ自動車の佐藤風紀です。今回は全国大会という会場にはこれで3回目になりますので、今まで通りの練習の成果をしっかりと発揮し1位を取って国際大会に出場したいと思います。さて今回また意気込みなんですが、はい、印象に残ったことはございますか？そうですね、グラフィックデザイン職種は皆さん専門学校の方で、業務用 IT ソフトウェアソリューション職種は、企業の方、専門学校の方、高校の方とそれぞれまた違った所属で、その戦いというのが負けられない気持ちみたいなのが伝わってきました。はい、そうですね、高校生なんかも出てるということでフレッシュな顔ぶれだったかと思います。はい、それでは選考会の様子をご覧いただきましょう。
グラフィックデザイン職種では静岡デザイン専門学校の小林美久さん、業務用 IT ソフトウェアソリューションズ職種ではトヨタ自動車株式会社の佐藤風紀さんのお二人が中国上海で開催される第46回技能五輪国際大会への切符を手に入れることになりそうです。はい、2人なんですがどういう方か印象に残りますか？そうですね、グラフィックデザイン職種は前と後ろに席が分かれていて、小林さん前に座ってらっしゃって多分お一人で黙々とされてたと思うんで、そういう意味では一人で集中できたっていうところも良かったんじゃないかなと思います。ちなみに業務用 IT ソフトウェアソリューション職種、何か印象に残ったことがありますか？そうですね、佐藤さんは、企業所属の方なので専門学校生高校生には負けたくないという気持ちでやられたと思うんですけども、一番違いが出たなと感じたのはプレゼンテーションですね。どういうものを作って誰のためにみたいなお話をされる中で、佐藤さんのプレゼンテーション私も聞かせていただいたんですけど、すごく分かりやすくて、あ、こういうのがあると嬉しいなっていうのを私自身も感じたので、そういう点審査員の方が評価されたんじゃないかなと感じてます。はい、選手の皆さんお疲れ様でした。今年の技能五輪全国大会へは40職種に900名以上の選手が、全国アビリンピックへは25種目に300名以上の選手が出場します。技能五輪全国大会は11月8日から競技が開催されているのですが、愛知県立名古屋高等技術専門校で開催されている電気応接職種をキッズレポーターが取材しました。今日は技能五輪全国大会を見に来ました。今から電気溶接を見に行きます。最後にここから水を入れてどんどん圧力をかけて、でボンとこう破裂するまでやる課題なので、今先生私が出している課題は水深 1000m ぐらいまで行っても破裂しない容器を求めています。こういうのをどうですか、立てておかないとこういうの固めてこういうのを固めながら形になってますね。いろんな角度とかが難しいので、例えばこれはここで、こういう感じで、これにこう入ってくるんですね。溶接がされて、この形になって、全部こう隙間は溶接で塗って、水が漏れないように、選手たちは一生懸命作っています。これが鉄、みんながよく知っている。で、隣の銀色のやつがステンレスですか、鉄みたいにこう色黒くないので、溶接をするんだけども、綺麗に溶接すると色が変わっちゃってるんだけども、すごく細い細かいこう繊細な溶接を要求されるこう必要することが多くて、これはちょっと溶接違う溶接機を使って、溶接してこういった、形をしています。で、まっすぐ置くのは割と簡単なんだけど、これはこうやって溶接をして、こうやって溶接をして、こうやって溶接をするんだけど、丸いところはこうやってこうやって溶接するんだけど、丸いところがすごく難しいので、丸いところの溶接ができるようにということでこういう課題を今出しています。やってみる？結構問題です。重たいね。重たいと、こういうので車作ると今燃費が悪くなってもっと軽いの作りなさいって言われると、軽いものを溶接しなきゃいけないので、次は隣に行くんだけど、隣に行くとアルミって聞いたことある？はい、触ってみる？はい、風で大
大丈夫。お、うん、あの、肌だけどどう、こっちが軽かった。こっちの方が軽い。カレーにはもう軽い鉄の、まあ、3分の1ぐらいの重さなので、こういったものを作るんだと思います。溶接の温度は何度ぐらいなんですか？はい、低いところで5000度ぐらい、高いところで2万度ぐらいになります。鉄はですね、1500度ぐらいで溶けます。で、水は100度でね、沸騰しますけど、非常に高温で鉄が蒸発するぐらいの温度でね、溶接をしています。電気溶接を使うと、なぜマスクを使うんですか？電気溶接をすると、鉄が溶けて蒸発してこう外に出てくるんですね。そうすると蒸発した鉄が、固まって小さい粒になっちゃう。それがこう吸い込むと肺にですね、溜まってしまって病気になっちゃうことがあるので、マスクをすることになります。その電気溶接とかは、その火と関係はあるんですか？火と関係は、人はちょっと関係がなくて、電気溶接の場合は、まあ、アークという、まあ、難しいんだけども、あの新幹線とか走るとこうパチパチしているのがありますよね。あのパチパチを使って溶接をすることになります。だいたい鉄が使われてるやつでは使われてるんですか？溶接はそれで使われてるところ多いですね。はい、あのネジとかで止まらない、例えばプラスチックの溶接なんかもあるので、いろんなところで、ね、溶接っていうのはされていますね。新幹線とか車とかのどこを使ってる、どこに使ってるんですか？新幹線は車体部分が多いですね。あの下の車輪がつくところと、お客さんが乗るような部分のあのボディとかっていうのは長い距離を溶接しています。自動車もいろんなところね、溶接しています。機械部品のところを主にですね、ちょっとなかなか溶接したところって見にくいんですけど、あちこち溶接します。あと自転車なんかもね、よく溶接がされていますね。どうして硬いものがくっつくんですか？あ、なるほどですね。硬い鉄とかアルミニカっていうのは、普通の温度の状態だと硬いんですけど、熱を加えると柔らかくなるんですね。でもう少し加えるとそれが溶けてしまう。溶けると右の材料、左の材料がこう混ざってくっつくことができる。混ざっていくと温度は低くなるんですよね。アークが当たっているところだけが、非常に温度が高くなって溶けるんだけど、アークがずれちゃうとすぐそれは冷えて固まります。突然ですが、今からクイズを出します。この人は誰でしょう？レーヴィ卿ですね。アーク放電を発見した方ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。いろんなものに使われてるということが分かりました。やっぱ電車とか車を作ってみたいです。はい、まあ、レポートの様子ご覧いただきましたが、なんか結構難しいこと聞いてましたね。そうですね、初めて電気溶接っていうものを見たと思うんですけども、自分なりに興味のポイントを見つけて、僕も人にお話を聞くっていうことがあるんですけど、やっぱり僕の見方とそのキッズの見方が違ったので、そのあ、こんな質問するんだ、こういうところに興味があるんだっていうのも僕自身は楽しみました。キッズレポーター、お疲れ様でした。第58回技能五輪全国大会の40職種、第40回全国アビリンピックの25種目では、競技期間中全競技についてライブ配信が行われます。皆さんぜひご覧ください。楽しみですね。それでは間もなく第58回技能五輪全国大会、第40回全国アビリンピック合同開会式が開催されます。